チシュティ教団の金曜礼拝チシュティ教団は、12世紀以来南アジアで最大の影響力を持つ、スーフィー教団であり、地方スーフィズムの先駆的教団としても有名である。宗教音楽、カワーリーを保護、発展させてきたことで知られている。930年頃、アフガニスタンで、アブウイスハーク・シャーミーが、チシュティ教団を組織した。12世紀末に、 聖人フワージャムイーヌティーンチシティペルシア語シャ、ハートクワジャム、インドンチシティがラージャスターン州のアズメールに道場を開いて、以来、活動の拠点はインドに移った。アジュメールには、聖人の病を中心とした建造物グンダルガーが建立され、全国から多くの巡礼が集った。以来、デリー・スルターン朝時代、ムガール朝時代を通じて、 今日に至るまでインドで最大の影響力を持つタリー化となっている。シシティ教団は数々の聖者を輩出しているが、有名なのはムガル町第四代皇帝のジャハーン・ギールである。また、カウアーリーの成立における重要な音楽家、アミール・フスローは成人ニサームティーン・アウリアーの親しい弟子だった。カウアーリーで有名なアーティスト、 ヌスラとファテーアリーハーンはこの教団に所属していた。ありがとうございます。